エドアール・バラデュールはフランスの政治家。フランソワ・ミッテラン政権で第14代フランス首相を務めた。1929年5月2日にトルコのイズミルでアルメニア系の家庭に誕生する。1935年に家族はマルセイユに移る。少年期はジャンバティスト・ド・ラサール司教学院に入れられ、マルセイユのリセティエールを経て、 エクスアンプロバンス大学法学部で法学の学士号を取得した。その後、1950年頃パリに出て、パリ政治学院に通い、公共政策でディプロムを取得、続いて1955から1957年の間、フランス国立行政学院とエリートコースを歩んだ。1957年のエラ卒業と同じ年、マリー・ジョセフィ・ドラクールと結婚し、 4人の息子に恵まれる。1964年、ジョルジュ・ポンピドゥ首相の顧問となる。1969年、ポンピドゥが大統領に当選すると、バラデュールは大統領府官房長に任命された。ポンピドゥの死後、一時期政界から離れていたが、1980年代に、ジャック・シラクを中心に、新たなドゴール派の政党共和国連合が結成されると、 これに参加する。右派、保守政治家として活動する一方で、フランスはミッテラン社会党政権が誕生すると、コアビタシオンについても早くから言及し、これを支持していた。1986年、第一次コアビタシオンによるジャック・シラク内閣が、成立すると、経済、財政大臣に就任する。増唱としては、公共企業体の売却による、 民営化や富裕税の廃止など一連の新自由主義的改革を実施した。1988年の大統領選挙におけるミッテランの勝利とシラクの敗北、続く総選挙での社会党の勝利によってシラク内閣は総辞職しミシェル・ロカール内閣が成立する。バラデュールはシラクと共にゲアする。 1993年の総選挙で、社会党は一連のスキャンダル事件のため大敗北を、喫し、第二次コアビタシオンが成立する。しかし、シラクは、ミッテランの下で首相に就任することを拒否したため、バラデュールに首相の地位が回ってきた。ここに、バラデュール内閣が成立する。首相になったバラデュールは、恩恵な政治姿勢と、着実な政治手腕によって、 国民的支持を集め、次第に共和国連合総裁であるシラクから離反するようになる。さらに、党内の実力者で内相として入閣していたシャルル・パスコアの支持を得て、次期大統領選挙に立候補を決定する。こうして1995年の大統領選挙では、右派、保守陣営はシラク派とバラデュール派に分裂する。当初、バラデュールは支持率において、 候補者中の一位であったが、次第にシラクと社会党、第一初期のリオネルジョスパンの間に埋没し、第一回投票における、得票率は18.5%、第3位に止まり、大統領選挙から脱落した。結局、この大統領選挙ではシラクが勝利した。選挙後、シラクは当然のごとく、バラデュール及び、バラデュールの支持者を礼遇した。この中には、 後の大統領にこらさる孤児がいる。バラデュールは、1998年のイルド・フランス知事選挙、2001年のパリ市長選挙の共和国連合内の候補者指名選挙、2002年の下院国民議会議長選挙に立候補するが、すべて敗北した。一方、1980年代からバラデュールは、保守、中道諸政党の急合による、 統一保守党の結成を主張した。2002年、シラクによって大統領運動連合が結成された。2006年に、翌2007年の総選挙への不出馬を表明し、政界引退を発表した。1993年、国家功労勲章グランクロは、2008年、レジオンドヌール勲章、グラントフィシエ賞受賞流行と、信念、政治家の条件。 山口俊明役、マル出版会、1996年、ありがとうございます。